今度のは自信作、これにかけてるんだ。はい。おー、いい感じじゃん。これがダメだったら俺もう俳優やめるよ。無理しなくていいよ。もう自分のことだけ考えてるわけにもいかないからな。ジョージが輝いていればそれでいいよ。ああ、なぎさ、あのさ、今日さ、早めに帰れそうだわ。うん。実はさ、今日会社でさ。え？今？今仕事中だよ、決まってんだろ。うん、そんな、え？今は昼休みだよ、昼休み中。うん。何が？え？何がって、ああ、会社？ああ、会社は何でもないよ。うん、普段通り。うん。あれ？なんだっけかな？忘れちゃったわ。うん、うん、大したことないから、うん。うん、じゃあ、また。うん、はい。やっぱりダメだよ。言えない。ジョージさんですよね。はあ、そうですよ。はじめまして。はじめましてかな。こんなこと言うのもなんですけど、そんな悲観的になんないでください。そのうちなんとかなりますか。え、なんかその本当にやりたかった仕事ってわけでもないじゃないですか。本当は別にやりたいことがあったはずなのに。なんなんですか。関係ないでしょ。ほっといてください。守るべきものを持つと変わっちゃうもんなんですかね。まあそれも大事だと思いますけど。なっちゃって本当皆さん苦労してますよね。でもジョージさんなら立ち直れますよ。大丈夫ですよ。私は思うんですけど、今まではちょっとおかしかったんじゃないかなって。世の中が進みすぎちゃって人がそれに追いついてないっていうか、こんなことになって少しホッとしてる人もいるんじゃないかなって。そりゃあ一人一人の生活が大事ですよ。でも川や海に魚たちが戻ってきて、空気が澄み渡って遠くの山々が見えるようになって、ってことは人の心も綺麗になってるんじゃないかなって。みんな気づいてきてると思うんですよ。人生は些細なことの中に美しさや感動があって、ね、そう思いません？一体何なんだ君は。突然現れて随分勝手なこと言うね。あのね、そういうのは綺麗事って言うんだよ。世の中知らない奴がそういうこと言うんだよ。でもジョージさん、今のやり方が本当に正しいと心の底から思ってます？
今の自分の姿、本当の自分だと思ってます？まあそのうちわかるよ。俺もそんな感じだったし、昔は。そんなこと、みんな気づいているのよ。みんなわかってるの。ほんの少しの勇気を出して、列車に飛び乗ってしまえばいい。行き先表示のない深夜特急。終着駅は誰にもわからない。でもそんなことが許されるのは一握りの人間だけ。みんながその特権階級を待ち望んでいる。なのに、あなたは暗闇に閉じこもろうとしている。ジョージ、あなたはいつからそんな人間になってしまったの？昔のあなたはそんな風じゃなかった。情熱に燃え、正義は正義と自分をごまかして生きる道など選択しなかった。耳を澄ませて。ほら、聞こえるでしょ。みんながあなたの出番を待っている。彼らに勇気を与えられるのはあなたしかいないのよ。聞こえているはず。ねえ、そうでしょ。聞こえているわよね。聞こえていないの？ああ、聞こえる。そう、聞こえている。ああ、聞こえると思う。奴らが俺を待っている。地に飢えた野獣の群れが傷ついてなお立ち上がる俺の姿を、絶望という名の未来に、ただ純粋なる魂において逃れられない運命だと知りながら立ち向かっていくしかない俺のこの姿を一目で見ようと待っているんだ。何なの君。この公演に俳優人生をかけるって意気込んでたんだけどね。よく知ってるね、こんな芝居。これでも私女優志望なんで。へえ。君名前は？そのうちわかります。来年の春くらいかな。まあ頑張ってね。俺は途中で挫折しちゃったけど、一寸先は分からない人生だったらやりたいことやった方が勝ちかもね。忘れてしまったの、ジョージ。あなたの後ろに道はなく、ただ目の前に光り輝ける道があるだけ。思い出して、あの情熱の日々を。あの頃のあなたに恐れるものなんてなかった。どんなに傷ついて血を流しても己の信念だけを信じて生きていた。忘れてない。忘れてなんかいないさ。そうよ、だってあなたはまだあの列車に乗る切符を持っているんですもの。まだ間に合うっていうのか？ええ、でも急いで。大丈夫、恐れなくてもいい。風はいつでも流れてる。明日の風があなたを呼んでいる。風が呼んでいる。そう、明日の風が。そうだ、明日の風が俺を呼んでいる。なに、ずいぶん懐かしいけど。あ、渚。あれ、ずいぶん早かったね、今日。え、あ、こんなご時世だからさ。無事に生まれてきますように。うん。
どっちだろうな。どっちだろうね。多分女の子だな。なんで？なんとなく。なぎさ、実はさ、俺さ、会社でさ、俺だけじゃないんだけどさ、大幅に50人ぐらい明日の風が呼んでいる、だよね。大丈夫、なんとかなるさ。なぎさ、そうだな、明日の風が呼んでいるだな。よし、頑張るぞ。あ、そうだ、頑張りついでにさ、また芝居やってみようかな。どうする？本当に？そっか、じゃあさ、実はさ、前から温めてた話あんだよ。